ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。太陽ほど私たちの生活において存在感を発している存在はいないわよね。だがそんな太陽もこの太陽系の中心ではないんだ。太陽系の中心は絶対太陽しかないわよ。太陽ですら、真の中心を公転してるんだぜ。一体その真の中心ってどこのことなのよ。今回は、太陽系の真の中心がヤバすぎる件について紹介するぜ。真の中心が太陽じゃないなんて納得いかないわ。それでは今日もゆっくりしていってねー。太陽系の中心は太陽ではなかったことが判明したぜ。いきなり太陽系って言われても、実は太陽系がどういうものかよくわからないのよね。太陽とその惑星の総称かしら。太陽系の定義が曖昧なところがあるからはっきりイメージできないのも無理はない。太陽系とは太陽の周りを回る天体や物質すべての集まりのことを言うんだ。太陽の周りを回っているなら全部が全部太陽系に含まれているっていうの？地球をはじめ金星や木星などの惑星だけが太陽系の構成メンバーではないってことだぜ。とはいえ代表的な構成メンバーといえば構成である太陽と8つの惑星と考えられる。地球から見える月ももちろん含まれるわよね。月のような衛星も立派な太陽系のメンバーだ。恒星は自ら輝く星で、恒星の周りを回っているのが惑星で惑星を回っているのが衛星なんだぜ。太陽系に恒星は太陽しかないの？太陽は太陽系唯一の恒星と言われている。そして太陽系の天体は、太陽の重力の影響を受けてその周りを回っているというわけだ。太陽系の全ての天体が太陽の影響を受けているなんてやっぱり太陽ってすごい星だわ。太陽の直径は140万キロメートルほどでこれは地球のおよそ109倍もあるぜ。しかも太陽の質量といえば、太陽系の全質量の 99.8% も占めているというから驚異的だ。地球も含め他の天体が全部合わさってもたった 0.2% ほどにしかならないなんてちょっとショックよね。自ら光輝く星だけに表面温度も非常に高温でおよそ6000度にもなると考えられている。そんな太陽系の惑星は、太陽から近い順に水星、金星、地球、火星、木星、土星、冥王星、海王星だぜ。地球にも太陽系の惑星仲間がたくさんいるのね。これらの惑星を回る衛星も太陽系には200個以上あり大半が木星や土星等の巨大惑星に集まっているんだ。水星や金星は衛星を持っておらず、地球にはたった一つの衛星である月がある。衛星を持たない惑星もあるのね。地球のお隣の火星もたった二つしか衛星を持たないが、木星や土星は80以上もの衛星を持っているぜ。しかも木星の衛星には生命存在が期待できるとして有名なものまであるんだ。どの衛星に生命がいるかもしれないの？木星の衛星エウロパは今最も注目される天体の一つで表面の氷の下に液体の海が広がると考えられている。そこに生命が存在する可能性が高いとされているぜ。海の中ってことは生命体といってもプランクトンみたいな生き物かしらね。太陽系には他にも小惑星や水星、太陽系外縁天体などの天体も存在しているんだ。小惑星はほとんどが火星と木星の間を公転しており、そのほとんどが 100km 以下の大きさと言われている。小惑星って太陽系にたくさんあるの？これまで知られているだけでもおよそ117万個の小惑星があり、ケレスやベスタなどが有名だぜ。そして太陽系外縁天体は海王星より外側の軌道を公転している天体のことを言う。海王星って太陽系で最も太陽から遠い天体よね？惑星としては最も太陽から遠い天体だが、その海王星の外側にも天体がたくさん存在している。例えば冥王星やエリスなどがよく知られているんだ。そういえば冥王星って惑星じゃなかったの？実は冥王星は2006年までは惑星に分類されていたが現在は基準が変わり準惑星になってしまった。また水星は氷や塵からできた天体で、ハレー水星や円形水星などが有名だぜ。太陽系って数多くの天体があってかなり賑やかなところなのね。太陽系の果てといえば8番目の惑星である海王星までをイメージする人も少なくない。だがそれは太陽系全体で見ればほんの一部でしかないということだ。海王星の外側はどうなっているのかしら？海王星の外側にある太陽系の円盤上の領域は、エッジワースカイパーベルトと呼ばれている。かつて惑星と考えられてきた冥王星もこのカイパーベルトに属する天体だぜ。そこにも天体がたくさんあるのかしら？1980年代までは仮説の天体群と言われていたが、現在では2000個以上もの天体が見つかっているんだ。これらは凍結したメタンや水、アンモニアなどで構成される氷体で大きさも様々と言われている。太陽からかなり遠いから天体もかなり冷たそうね。最も大きいのはやはり直径 2000km 以上ある冥王星で、次に大きいエリスもほぼ同じ大きさだぜ。これまでに NASA のニューホライズンズが、9年半の年月をかけて冥王星に到達しているんだ。冥王星って気軽に行けるところではないわね。
冥王星は地球からおよそ50億キロメートルも離れた遥か遠いところにある天体だぜ。カイパーベルトは、海王星の軌道から太陽と地球間の距離のおよそ50倍も離れたところまで広がっている。そんなところまで太陽系だなんて思ったよりもずっと広かったのね。ちなみにエッジワース・カイパーベルトが太陽系の果てではないと考えられているんだ。そのさらに遠くには、まだ理論上の存在ではあるがオールトの雲が存在すると言われている。オールトの雲って何？これは太陽から、太陽と地球間の距離の最大で10万倍も遠くまで太陽系を球のように取り巻くものだぜ。およそ46億年前に太陽系が誕生した時、恒星や惑星などにならず取り残された物質が漂っているんだ。そこには一体何があるのかしら？氷や塵などを含む微天体で構成されていると考えられている。オールトの雲の内側の境界は太陽からおよそ3000億キロメートルあり、外側は30兆キロメートル先と推測されるぜ。オールトの雲が同じ太陽系と言われても遠すぎてほとんど親近感が湧かないわよね。もし本当にオールトの雲が3光年の大きさがあるなら、太陽系に最も近い恒星のそばでもあるんだ。太陽系の隣の恒星系はアルファケンタウリだが、そこまではおよそ 4.5 光年の距離があるという。太陽系を出たら、アルファケンタウリまでは宇宙スケールではそれほど遠くないってことね。またオールトの雲は長周期彗星の生まれ故郷とも言われている。長周期彗星は200年以上から数万年もかけて太陽を周回しているものもあるぜ。地球から観測された長周期彗星ってあるの？ウェスト彗星は地球から肉眼でも見ることができる大彗星で、20世紀を代表する美しい彗星だった。他にもヘールボップ彗星は飛び抜けて明るく地球から肉眼で18ヶ月も見えていたんだ。オールトの雲と私たちに接点はないと思ってたけど、ちゃんと遠くからお客様が来てくれていたのね。遠く離れた冷たい場所から来る彗星には、太陽系の誕生当時の情報が内部に閉じ込められている。だから彗星は太陽系の起源を考える上で重要な手がかりとなりうるぜ。そんな貴重なものが向こうからはるばる近づいてくるなんて大チャンスよね。現状では宇宙船でオールトの雲を通過できるが、到達するまで300年で通過するにはさらに3万年かかる。しかし信号を受信したり、探査活動を行うことはできないと言われているんだ。オールトの雲を直接観測できなくても、オールトの雲が起源である長周期彗星を観察できるなら希望が持てるわ。生命の源だとされる水や有機物質も存在している場所だと考えられているぜ。だからオールトの雲に地球の生命の起源があるのかもしれない。太陽はとてつもなく巨大な質量を持っており、太陽系のすべての天体は太陽の重力に拘束されている。しかしながら太陽系の天体は、実は太陽を中心に公転しているわけではないと言われているんだ。太陽って太陽系の 99.9% も占めているんだから、堂々と真ん中に鎮座しているはずよ。そう考えても無理はないが、やはり太陽も太陽系の真の中心を公転しているぜ。太陽系の真の中心とは、共通重心であり、太陽でさえもこの共通重心を公転しているんだ。共通重心ってどういうところなのかしら？つまり太陽は圧倒的な質量を持っているが、木星や土星なども重力的な影響を持っている。そのためその影響は太陽といえども無視できない。木星や土星だって惑星としては巨大だものね。そんな太陽系の正確な軌道を描いたアニメーションが惑星科学者ジェームズ・オドノヒューにより作成された。このアニメーションでは太陽や木星、土星が綱引きするような動きが見られるんだ。太陽系って想像以上に広い上に複雑な動きをしているってことね。太陽系の共通重心は太陽の内と外を出たり入ったりするのだが、外側にある期間の方が長いと言われている。仮に太陽系の惑星が一つしかなければ重心の動きは単純だが、惑星が増えるにつれ動きは複雑になるぜ。太陽系は惑星の数が複数あるから、共通重心の動きが複雑になってしまうのね。惑星と衛星の間でもこうした関係は見られるんだ。例えば地球と月においても共通重心が存在する。じゃあ、月は地球を中心に回っているわけではないの？地球も月も、地球表面からわずかに内側の点を共通重心として回っていると言われているぜ。この点は物体の質量が全ての方向に均等になり、バランスが完全に取れるところなんだ。そうしたバランスが取れた点というのは、地球の中心とは一致していないというのね。ただしブレはあるものの、地球と月の共通重心は地球の外には出ていない。しかし共通重心が惑星の外に出るほど衛星が大きい場合には、もはや衛星ではなく二重惑星と呼ばれる。太陽系にその二重惑星って存在しているの？今のところそういった天体は太陽系には発見されていないが、近い関係の天体はあるぜ。それは冥王星とその衛星カロンだ。冥王星って惑星ではなくなったのよね。海王星の外側に小天体が大量に回っていると知られるまで冥王星は太陽系の9番目の惑星だった。
しかし惑星の基準が変わり、冥王星は新たな分類である準惑星となり太陽系の惑星から外されてしまったぜ。せっかく惑星として注目を集めていたのに準惑星になってしまったのは残念ね。そんな冥王星にはカロンと呼ばれる衛星がある。カロンは冥王星が直径およそ 2300km に対し、直径およそ 1200km もあると言われているんだ。衛星が姿勢の半分以上の直径を持つってことなの？だから冥王星とカロンは二重準惑星の関係だと主張する研究者もいるんだぜ。これは冥王星とカロンの共通重心は、冥王星の外側にあるからなんだ。太陽系では太陽の周りを天体が回っているが、太陽系も実は天の川銀河の中心を公転しているんだ。天の川銀河って私たちのいる銀河のことよね。天の川銀河の大きさはおよそ10万光年にもなり、恒星の数は2000億個にも及ぶと言われているぜ。太陽がその中のほんの一つに過ぎないなんて想像すると宇宙の広大さを思い知らされるわね。太陽系は天の川銀河の中心からおよそ2億6100万光年離れたところにある。これは天の川銀河の端の方であり、生命が繁栄するには中心から程よい距離を保っていると考えられるんだ。天の川銀河の中心ってどうなっているの？天の川銀河の中心にはたくさんの星が集まっており、太陽質量の400万倍のブラックホールまで存在するぜ。恒星同士の衝突も激しく起こっており、生命体が落ち着いて進化できる環境ではない。地球の近くで星が爆発したりしたら地球にも被害が及ぶものね。しかし銀河の外側過ぎても星の材料が乏しく、これまた生命体が誕生する可能性が低くなる。そして太陽系が天の川銀河を公転する周期は、2億5000万年もかかると言われているんだ。一周に2億5000万年もかかるなんて、想像しただけでも気が遠くなりそうだわ。地球では700万年前に二足歩行のエンジンが登場し、初期の人類は440万年前に登場したという。そう考えると、人類はまだ天の川銀河を一周すらできていない状態にあるぜ。太陽系ってどれくらいの速さで天の川銀河を回っているのかしら？その速度は秒速 230km だと考えられているんだ。今この瞬間私たちは、このスピードで宇宙を突き進んでいるということだぜ。全然そんな実感がないんだけど、とんでもない速さで動いているのね。そして新たな研究によると天の川銀河が周期的に地球に大量絶滅をもたらしている可能性がある。地球の大量絶滅は、およそ2750万年周期で引き起こされていることが判明したんだ。どうやって天の川銀河が地球に大量絶滅を引き起こすのかしら。太陽系は天の川銀河を公転しているものの、それは直線的ではなく上下に大きく振動しているぜ。だから太陽系は天の川銀河のディスクの真ん中を3000万年周期で通ると言われている。真ん中部分を通過するときが問題なのね。ディスクの真ん中には星や塵、暗黒物質などが高密度で存在しているんだ。暗黒物質は宇宙の全質量のうちおよそ 27% を占めるという仮説上の物質のことだぜ。暗黒物質って割合が大きいわね。一切の光や電波を発さないため見ることも触ることもできないが重力によって通常の物質と相互作用する。そしてこの暗黒物質により巨大隕石の衝突や激しい火山活動が引き起こされる可能性が高いという。生命絶滅の原因って大抵は巨大天体衝突や大規模火山活動が原因になっているのよね。天の川銀河が地球の大量絶滅を引き起こすというのは現状では仮説の域を出ていないが何か関係がありそうだ。もしこの説が正しいなら、ディスクの真ん中にはあまり近づきたくないわよね。天の川銀河ってどんな姿をしてるの？天の川銀河は棒渦巻き銀河と呼ばれる銀河で、中心に細長い円盤状のバルジがあると言われている。バルジの直径はおよそ1万5000光年と推測されており中心に星が集まって輝いているぜ。私たちの銀河って渦巻いたような形なのね。バルジを取り巻いてスパイラルアームと呼ばれる渦腕が4本存在しているんだ。太陽系は星の密度の低い2本のスパイラルアームの外側の間に位置していると考えられている。もしかしてスパイラルアームに突入することもあるの？太陽系は1億数千万年に一度、スパイラルアームに突入するとされるがその時地球は寒冷化する可能性がある。地球が他の星々から宇宙線の影響を受けることになると言われているぜ。それだったらスパイラルアームに今後も突入しないでほしいわよね。他にも天の川銀河をリボン状に取り巻く星々の存在が確認されており美しくも複雑な構造をしているんだ。天の川銀河は多くの矮小銀河を取り込みながら巨大に成長してきたし今後も成長していく可能性がある。宇宙はどこまでも広く、天の川銀河全体もまた宇宙空間を移動しているぜ。宇宙の始まりビッグバンで放出された放射線の流れの中を秒速 600km で突き進んでいる。宇宙には止まっている天体はないのかしら？天の川銀河も他の銀河と重力的に引き合い、こうした銀河群もまたさらに大きな銀河団に属すんだ。
そして巨大銀河の集団もまた、ほぼ全てがある一定の方向に引き寄せられているという。一体どこに大量の銀河が引き寄せられているの？その巨大重力源は未だに正体不明と言われるが、地球からおよそ 2.5 億光年離れていると考えられている。巨大重力源はグレートアトラクターと呼ばれており、質量は太陽の5京倍とも推測されるぜ。グレートアトラクターへはどれくらいの速度で引き寄せられているの？なんと時速 227万1600km だと言われている。そのままグレートアトラクターに猛スピードで引っ張られるとどうなるのかしら？グレートアトラクターは破壊的な存在ではなく、飲み込まれたりはしないと考えられているんだ。近づいた天体は動きが変化して軌道が変化する可能性はあるが直接破壊されることはないという。それならちょっと安心よね。天の川銀河も破壊されず、グレートアトラクターの軌道を回り続ける可能性がある。これらは膨張する宇宙の旅を続けていくぜ。こうなってくると宇宙の中心というのは一体どこなのか気になってきたわ。宇宙は138億年ほど前に起こったビッグバンという大爆発により誕生したと言われている。するとビッグバンの開始地点が宇宙の中心とも考えられるんだ。爆発の開始地点を中心に同心円状に宇宙が膨張拡大したなら宇宙の中心としてふさわしいわよね。だが宇宙はビッグバンの核となった存在の外でなく内部において膨張して宇宙が形作られている。するとビッグバンの開始地点はどこか一点ではなく宇宙全体がビッグバンの開始地点と一致するぜ。宇宙全体が宇宙の中心だということかしら。ビッグバン理論に基づく膨張宇宙論に基づいて考えるとそうなるんだ。だから観測可能な宇宙空間の内部では、どこか特定の点を中心とする特別な場所は存在しないと言える。中心が存在しないなんて信じられないわね。これについては宇宙背景放射の実際の観測においても証明されるぜ。宇宙最初の光である宇宙背景放射がやってくる方向にビッグバンの開始地点である宇宙の中心があるはずだ。中心を観測するなら宇宙背景放射が来る方向を見ればいいわね。だが地球から見た宇宙の全方位から宇宙背景放射は観測されている。つまり宇宙のうちのある地点から見た全ての方位に宇宙の中心が観測されていることになるぜ。自分のいる地点以外の全ての方向から宇宙の中心から来る光を観測してるってどういうことよ。つまりそれは観測する自分は、宇宙の中心の対極である宇宙の端にいると考えられる。しかもそうした全方位的観測は、地球のみならず宇宙のあらゆる領域から同様に観測できることになるんだ。すると宇宙の中心はどこにいても宇宙の端でもあるということなのかしら。そうだぜ。宇宙のすべての地点は宇宙の中心であり端でもある。逆に宇宙のすべての地点は宇宙の中心でも端でもないと考えられるんだ。とはいえ宇宙の果ての理解もまた現在においても未だ謎となっているぜ。この宇宙の外側にまた別の宇宙が存在する可能性についても多くの議論がなされている。宇宙ってこの宇宙が唯一の存在ではないの？多元宇宙論によれば、私たちの宇宙は無数に存在する宇宙のうちの一つだという。そしてそれぞれの宇宙が異なる物理法則を持ちうるものの互いに影響を与えないんだ。どうやってそんなにたくさんの宇宙が誕生したのかしら？ビッグバンという大爆発により誕生した宇宙は、急膨張して無数の宇宙の泡のように作り出した。そしてインフレーションはずっと続いており泡宇宙は無限に作り出されるぜ。無数に宇宙が生み出されても、お互いに一切干渉できないのは面白くないわね。現時点では互いに検証できないだけで、将来的には可能になる可能性もある。他の宇宙を観測し検証できないからといって実際に存在すると考えるのは時期尚早とも言えるんだ。観測技術が向上すれば、状況が変わってくるかもしれないわね。ブレインワールド理論では、私たちの宇宙は高次元空間に浮かぶ3次元の膜の一つだとする。つまりこの3次元宇宙は、より高次元世界の中の限られた低次元空間に存在しているぜ。その次元とか膜同士で行き来できないの？私たちのいる膜以外にも多くの膜が存在し、それらは相互作用を持つことで時に衝突するんだ。そのためビッグバンは2枚の膜の衝突現象のことだとする研究者もいる。不思議な世界すぎて何がなんだかわからないわね。もはや私たちが、現実の存在ではないとする説もあるぜ。つまり何者かのコンピュータでシミュレートされた存在に過ぎないとするシミュレーション仮説だ。まさか私ってコンピュータでシミュレーションされた世界の住人なのかしら。この説はまだ証明されておらず、あくまでも可能性の一つではある。だがこの説に賛同する人も少なくなく、注目を集めている説として有名だぜ。どうしてシミュレーション仮説を肯定するのかしら。その裏付けとなる証拠としては、量子力学が挙げられるんだ。ペアの粒子はどんなに離れていても相互に関係する量子もつれは物理法則では考えられないことだぜ。それがシミュレーションなら可能なの？仮想シミュレーションコードで設定すれば量子もつれという現象も説明ができる。
この仮説が真実なら、私たちの体験するあらゆる出来事はプログラムされたものということだ。そんなことってあり得るかしら？仏教の教えの中で空という考え方があるが、これは私たちの感じることや考えは実体がないとするぜ。私たちの経験が実体のない仮のことならば、シミュレーション仮説と当てはまると考えられる。昔からある仏教の教えとシミュレーション仮説がリンクして見えるなんて不思議よね。しかし意識もしくはクオリアについては説明がついておらず、意識が再現できるかが争点となるんだ。心や意識は絶対シミュレーションできないとする研究者もいるが、今後の研究によってはわからない。面白い説だとは思うけど、私が本当の現実に生きていないとしたらちょっとショックだわ。今回は、太陽系の真の中心がヤバすぎた件などについて紹介したぜ。太陽系の中心から始まって宇宙の中心や宇宙の果てまで壮大なスケールで宇宙を見つめることができたわ。シミュレーション仮説によれば、共通重心もプログラムの一つということになる。誰かが宇宙をシミュレートしたなら、どうしてたくさんのくるくる回る天体を考えたのかしらね。地球は太陽を回って、太陽は銀河を回って銀河も高速で移動するってすごい発想だぜ。こんな風に悩む私たちをコンピュータの創造主が笑って見ているかもしれないのよね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。